身に覚えのないようなね、メールが来て、90万円っていう大金を払えと。それで組織上げてどうのこうのって言われたら、それは誰でも脅しと取るでしょう。じゃあこちらとしては何？その、費用かかった90万円を諦めろっていうこと、はい、いや、諦めろも何もっていうか、絶対詐欺でしょ、これ。明確なんだって僕が使ったっていう証拠は、これから裁判にかけて、開示請求をしないとわからないわけでしょ？今のところはね。今のところ、じゃあ、今のところわかんないのになんでその90万円なんていう大金請求するんですか？ 90 万円、それはあなたが見た、ね。はい。弊社のチャンネルにかかった費用だから。あ、そもそもですね、その、まあ僕が見たとされてるチャンネルってどういうサイトなんですか？アダルトサイト、アダルトサイトでもいろいろこうジャンルがあるじゃないですか。それ俺に言わせんのか？お前が恥かくだけだぞ。どういうやつなんですか、それは。アダルトサイト、アダルトサイトだよ。いや、そこの明確なとこは言えないと。電話口で言うの？生々しく？いや、生々しくも。